復活したんですよ、お二人も、新しい人生を歩み始めます。それは新しい人生っていうのは、先ほども生まれ変わるっていう表現が何度も出てましたけれども、生まれ変わるっていうのはなんか別の自分になるわけじゃないんですね、本当の自分らしさを取り戻していく作業を神様としていくということです。一番最初に生まれた時、私たちは神様の想像通りに生まれてきました。素晴らしい心を持ち、豊かな感性を持って、完成された状態で出てきたんです。でもこの地上を歩んでいく中で、さまざまな人たちと出会ったり、家庭の事情があったり、いろんな環境から影響を受けたりしているうちに、いろんな洋服を着込んできました。洗礼を受けるっていうのは、その全て着てきたものを良いものだけ残していく、神様がくださった良いものだけを残して、あとは全て脱ぎ去っていくという、そのことを決意されるということです。今日イエス様の復活を喜ぶイースターですけど、The old life is gone、 古い人生は去った、そして A new life has begun、 新しい人生が始まるんだ。イエス様の人生にもそれが起こったわけです。それなんでわざわざそんなことを、神様ご自身が地上に来て、わざわざ十字架にかかって、しかも悪いこと一切してないのに死んでくださってよみがえったか、それはなぜかっていうと、私たちの人生にも同じことが起こるよっていうのを、人の姿をして来られたことによって確実にしてくださったという歴史的な出来事なんです。ですから、世界中でこのイースターっていうのは祝われます。早くは多分ですね、この日本でイースターって言い出したのはどこかなって、 もちろん教会はずっと言ってたわけですけど、世の人々の中でこのイースターっていうのは誰が言い出したかなって、ディズニーランドじゃないかなと思うんですよね。ディズニーランドはかなり前からイースターの そのお祝いをしてました。だからディズニーランドが好きな人はイースターっていうのはどういう意味かわからないけど知ってたんですね。あ、イースターっていうのはなんかお祝いなんだと、なんかいいことなんだよ、そういうことです。でも実はその意味っていうのは、古い人生、私たちが着てきたそのあらゆる悪しきものを脱ぎ去って、本当の自分を取り戻していく、新しい人生が始まったっていう。そして神様は本当に素晴らしい方で、私たちの想像を絶する方だということを明らかにしてくださったということです。で神様はですね、新しいもん好きなんじゃないかということを、私は最近聖書を読んでて感じたんです。新しいって言葉が聖書にたくさん出てくるんですよ。まずですね、新しい歌を主に向かって歌え、主は驚くべき御業を成し遂げられた、主は救いの御業を果たされた。他にも詩編の中に新しい歌、新しい歌とか、新しい御業とかいっぱい出てくるんですね。主は新しい歌が聞きたいな。で、信玄にも、主はあなたの蔵に穀物を満たし、絞り場に新しい酒をあふれさせてください。主はいつも私たちに新しいものを与えたいと願っておられる方です。そして見よ、初めのことは成就した、新しいことを私は告げよう、イザヤ42章。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、イザヤ43章。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する、イザヤ65章。神様って新しいもの好きなんだなと思うんですよね。新しいことをするって大変じゃないですか。でも皆さん、この地上の中で、新しいことをするって本当に大変なことなんですよ。素晴らしい伝統があればあるほど、それを壊してブレイクスルーしていくって本当大変なんです。私は小学校に娘が入ったので PTA になる。でも、最初はね、いや私はそれはならない、大変だから言ってたら、でいろんな人に聞いたんです。小学校にもうすでにお子さんがいる人たちに聞きました。 PTA って入んなきゃいけないの、義務なの。あ、義務じゃないんだけど、入っておかないと一番面倒なやつが最後に残って、それをやらされることになる。それは大変だと思って、じゃあ何簡単なのって聞いたら、あ、ベルマーク
ベルマーク一番簡単だから、ベルマークだ、よし決めた、俺はベルマークの委員会になるんだ。で入学式の後みんなで、はい PTA の役員決めますと、ね、最初会長とか副会長とかやったら面倒そうなね、ことを言うわけ。でもちゃんと立候補する人いるんですよね。あ、そういうのやりたい方いるんだ。私はもうベルマーク来ないかなと思って、来ないかなかなか決まんない、こう他の委員が決まっていく中で、ちょっと隣にいる人とかに聞いてみたんですよ。お母さんお父さんにね、何の委員会やりますか、何の委員会やりますか、みんなベルマークやべえと、やべえこれと競争率高すぎるわこれと思って、これはちょっと待っててと、僕争い事が苦手なので、争わないで私しかやらないですぐ決まっちゃうようなやつがいいなと思って、改めてもらっていた資料を見直したら、社会委員会、朝外に出て挨拶するだけでいい、これは私の仕事とリンクしてる。朝出て、ね、サムエル、ダビデ、卒園生たちが城西小学校に行く人もいるんですよ。だからそこに出て、おはよう、素晴らしい委員会だと、これだと思って、社会委員会って言って手挙げたら、私ともう一人手挙げて、もうそれでもう決まったんですよ。やったと思ってね、そして出てみたらね、すごい素晴らしいです。朝ね、子供に挨拶する。でも出て子供に挨拶してる時に大人の人が通り過ぎたら無視するわけいかないし、子供のために出てんだけど、なんかそこ通り過ぎる人とかが、あの車乗ってる人でさえも、あのこういうね黄色いやつとか持ってたら、ね、こうお辞儀してくださるんですよね。だからこう車に乗ってる人にもおはようございます声かけたりして、そしてあの中学生もね、日中に行く子が通ったりするんで、おはようって言ったりして、結局全員にする活動だったんだということに気づいて、まあすごくね清々しい朝を迎えることができるんですけど、もう一つ仕事があったんですよ。それが読み屋の見回りっていうのがあったんですよ。それだと思って、でもそれもすぐそこですよね、清願寺ってお寺の前に夜店が出るんで、そこに行けばいいとね。で言うんですよ、ね、皆さん言うんです、この辺に住んでる人、昔はすごかったんだよと、昔はのあっちの交差点の東進の方までもうずっと夜店があったんだよと、そして人もあふれかえってたんだと。私の地元の川崎にもそういう夜店があって、うん、確かに悪いことしてましたよね、その夜店の時ね。だから見回りに行くんだと。確かにあんだけ人がいたら隅っこ隠れて悪いことできるんですよ、できちゃうんですよ。でも今見てください、4軒ぐらいしか夜店出てない。そしてもうすっかすかなんですよ。あそこで悪さするって言ったら相当もうね、相当上級者、相当上級者かすれすぎてるやつしか来ないわけですよ。でもうみんなもう親と来てるしね、大体で中学生とかも本当にもうあの悪事を知らなそうな人ばっかり来るわけです。だから見回る必要あるのかなと、まあ見回りの目的がね、こう良い子を見るっていう、そういうものになってると。で浜の町にもあると言われて、それはね皆さん来なくていいですって先生言ったんですよ。どうしてですかって聞いたら、いやあのね、夜店出たり出なかったりだし、去年は私一人で誰も来ない中2時間ぐらい経ってただけですとかって言うんですよ。でもそれ変えないで来たんですよね。なんでですか。それをやめるって大変なんです。新しいことするって大変なんですよ。でも主は新しいことしたいんです。そのために傷つかれたり罵られたりしてもいいと思ってる方なんです。じゃあイエス様はどうだったかって見ていきたいんですけど、イエス様も同じです。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れなさい、そうないと破れちゃう。またこういうことも言いました。信じる者には次のような印が伴う、彼らは私に名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る、ね、それから後で聖餐式しますけども、その時に呼ばれる聖書の箇所はこうです。食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。契約を新しくするためには血が必要なんです。そしてあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが私の新しい掟だと言ったわけです。イエス様も新しいこと大好き。なんで共通点があるかっていうと、主は神でありイエス様も主であるからです。同じなんです。で今日、私は新しい発見あった、イエス様新しいもん好きだわ、徹底してるわと思ったのが、復活の前の朝のところ聖書読んでたら分かったんですよ。有股の家のヨセフという人がですね、イエス様の十字架にかかった遺体を受け取ると、きれいな天布に包み岩に掘った自分の新しい墓の中に納めた。でイエス様十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。主はお墓も新しいのが良かったんです。そしてそれを計画されてた。皆さん思い出してください。クリスマスの日、主がお生まれになったのはどこですか？貝羽桶。新しすぎるじゃないですか。誰も生まれたことないです、貝羽桶なんかで。主は新しいことが好きなんです。でも新しいこと好きだからって軽い気持ちでやってるわけじゃないんです。主が行う、主がやろうとしてる新しいことには困難が伴うんです。必ず伴うんです。でも主はそれでも新しいことを見せたいし、新しいことがしたいんです。でアテネの人々のところを今日読んでもらいましたけれども、アテネの人たちもね、あなたが説いている、パウロに言いました、新しい教えがどんなものなのか聞きたいよ、新しいことに興味があったんですよ。そして全てのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりしたりすることが大好きだった。いつも話し合ってたわけです。そしてパウロが来た。これは神様の御心だったんです。アテネの人たちってすごいんですよ。もう学問の都市ですから。知識もすごいし、当時のギリシャ哲学とかね、今でもギリシャ哲学ってね、尊敬されてる哲学者がいっぱいいますけれども、そういうことを町の中心にある広場でみんな日常的に話してたんです。そのところに全く新しいものが来たんですよ。見たこともないもの、それが死者の復活っていう、そのメッセージだったんです。そしてそれをね、パウロが熱っぽく語るわけです。皆さんは偶像や金や銀や石を拝んでる、でもそれはあなたご自身がね、人が作ったものだと。でも私たちはが信じている神様、示してもらった神様は、私たちが作る神じゃなくて、神が私たちを作ったんだ。そしてその神は私たちのために命を捨ててくださって、復活までしてくださって、死で終わらない世界を表してくださった、これが神なんだということを言ったら、復活っていう話をしたらどうなったかっていうと、死者の復活ということを聞くと、あるものはあわた笑い、あるものはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言ってしまったと。すごいチャンスだったわけです。彼らが新しいことが好きならば、この領域に突入していったら、とてつもない新しいことに出会えたはずなんです。でも残念なことに、彼らは学問の力が高すぎたのか分かりませんけれども、死者の復活っていう人の知恵では計り知れないことを目の前にしたときに受け入れられなかったんですね。はい、皆さんはどうですか？義塾でもね、授業に、今日も義塾に入学された方がいます。私も授業でイエス様は3日の後に復活したっていうと、生徒たちは笑います。当然の反応だと思います。ここに当然の反応が書いてあります。でも今日それを信じる人が起こされました。見てないのに、どういうことでしょうか。私たちには限界があります。よくスポーツ選手なんかが言いますよね、私は自分を信じてこの栄誉を獲得することができます。私も素晴らしいことだと思います。自分を信じれることができるって、本当に自分を自己肯定してる方だなと本当思うんですね。が本当に素晴らしいです。でももしその人が逆境に立ったり試練に立ったりして自分の能力の限界を感じた時、どうなるでしょう。
自分を信じている人は自分自身が限界なんです。自分の能力、自分の才能、自分の五体満足かどうか、自分の心、それだけが自分の人生を決める全ての判断材料で、それが限界なんです。でも神を信じる、どういうことかっていうと、限界がないんです。限界がない。聖書にこう書いてあります。神にできないことは何一つない。見てください。この人、皆さんはあんまり知らないかもしれないですけど、この人有名な人なんですよ。知ってます？この人、羽生結弦選手っていうんですけど、フィギュアスケートの本当に世界的な選手です。この人がこういうこと言ってました。よく言われる、試練は乗り越えられるものしか与えられないという感覚は自分の中にありますという、マイレピという女性の雑誌でインタビューで答えて、こういうこと言ってました。聖書にこのことが書いてあります。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。イエス様の人生には十字架がありました。それは前日にもうこれやっぱやだわというぐらいきついものでした。でも逃れる道がありました。復活です。同じなんです。この人知ってますか？はい、私の元彼女ではないんですよ、はい、池江璃花子選手です。この人も素晴らしいトッププレーヤーでしたけども、白血病だっていうことが分かりましたよね。その時にツイッター、自分のインスタグラムでこういうこと言ってました。私は神様は乗り越えられない試練は与えない、自分に乗り越えられない壁はないと思っていますと。同じです。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。このお二人は聖書の神様を知っていたかどうか分かりません。でも世界中を飛び回ってますから、きっとクリスチャンに出会ったはずです。そしてその人たちがどういうふうに戦っているかを知ったはずです。西堀圭選手もそうです。コーチがクリスチャンでした。彼らが自分を信じていた時代から新しい人生になっていたわけです。神様は神様を信じる人だけを祝福したいんじゃないんですよ。皆さん、全ての人を祝福したいし、全ての人を祝福できる準備が整ってるんです。ですから、もし私たちが自分を信じるという限界から離れて、あのアテネの人が去っていったことを思い出しながら、死者の復活さえもできるんだという方を自分のその拠り所にしていくならば、何が起こってくるかということです。僕のサッカーやってたので大好きな選手、わかりますか皆さん、この選手、ブラジルの選手です。ネイマールという選手です。この選手は小さい頃から鉢巻きを締め続けてきました。なんて書いてありますか？ 100% ジーザスと書いてある。ジーザスっていうのはイエス様のことです。ネイマールは小さい時から、俺は 100% ジーザスに愛されてんだ、俺は 100% ジーザスが作ってくれたから素晴らしい人生があるんだと、どんな試練があってもそれはジーザスの力で乗り越えてきたんだということ、そしてこれからもそういくんだということを、ことあるごとに自分だけじゃなくてチームメイトや世界中の人にそれが言いたくてしょうがなくて、この鉢巻きを常に締めるんです。でも FIFA とかではこれやめなさいって言われるんですよ。宗教の勧誘はやめなさいって怒られたんです。そして日本にクラブワールドカップに来た時、一旦この鉢巻き締めるのやめたんですよ。でもリオデジャネイロのオリンピックの時にブラジルが優勝した時、彼は我慢できなくなって、これまた締めた、これ右下のやつ、嬉しくてしょうがない、やっぱりジーザスだろうというわけです。ネイマールのお父さんもクリスチャンです。そしてネイマールが小さい時からイエス様大好きなのを見てきたので、リオデジャネイロオリンピックの決勝戦の前にこういうこと言ってました。
息子に話したそうです。夢と信仰、息子よ、君にとってはいつも同じことだったね。今日君がいつも信じているイエス・キリストの名によって夢を成就させることができるだろう。皆さん、自分を信じる以上の素晴らしい結果が出したい、そして試練を乗り越えたい、そして素晴らしい人生を歩みたいと思うならば、自分じゃない、自分をただ唯一超える存在である神だけです。私たちを超えるのは他の人ではありません。私たちを超えていらっしゃるのは神のみです。私たち人間には全てが可能です。神様はそれを、私たちはそのように作ってくれました。でも唯一できないのは死者の復活です。でも私たちはそのことさえも主は私たちに委ねてくださった。使徒の働き見せください。死者をよみがえらせる人たちの姿も描かれてます。とするならば私たちには全てが可能なんです。死者さえも復活させてくれる方が一緒にいらっしゃるんです。そしたらどんなことが不可能ですか。高い知性、アテネの人たちも持ってました。自分の能力、目の前の試練、変えることのできない過去や将来に対する不安、そして全ての人に訪れるのは死という問題です。でも私の思いはあなたたちの思いと異なる。死は終わりじゃないんですよ。新しい始まりだし、一番最初に今日の礼拝で読ませていただいた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死なない、そのことを信じるかというと、これは信仰の領域です。死者が復活するっていうのは信仰の領域でしか可能にならないものです。神は私たちに使命を与えてくれました。それは私たちがこの地上で燦然と輝くことのできる領域です。全ての人が持ってます。それを与えられないでこの地上に来た人は一人もいません。そして私たちがその使命に行きたい、でもそう歩んでいくうちに自分の限界にぶち当たったとします。でも大丈夫です。あなたが使命を果たすために生涯は不可能を可能にする神様が、そして死者をも復活させる神様が全ての問題を解決してくださるんです。もし死があったとしても大丈夫なんです。この方は死で終わらない世界の鍵を握っておられる方で、そのことを全世界の人たちが知ったんです。だからこれが福音なんです。全ての人にです。私たちは今日そのことをもう一度覚えたいなと思います。簡単に言うと、十字架は人が神様であるイエス様を殺そうとしました。成功したかのように見えました。でも人間には全てのことが可能だとしても、唯一できないことは神に勝利することはできないんです。でも神様は私たちに勝利をくださる方です。主が復活された今、それが確かになりました。イースターおめでとうございます。お祈りしましょう。神様、ありがとうございます。私たちの人生に素晴らしい栄光をあなたが表してくださることを感謝します。あなたが私たちの人生に何を計画されているか、それは一人一人見えない時もありますが、しかし主よ、確かにそれがあって私たちに素晴らしいものを見せてくださることを感謝いたします。それはただ唯一あなたを信じることによってのみ明らかになる領域です。あなたをまだ知らずともそのことを体現しておられる方々もいますが、しかし主よ、この世界はあなたがお作りになった世界で、あなたの法則で動いておられること、そのことを今日も確認することができて感謝いたします。主よ、あなたが私たちのために素晴らしいことを成してくださったことを感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは聖餐の時